東京マーケットワイド生放送でお送りしています。ではこの時間は茅場町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から内藤証券投資調査部の浅井陽三さんに伝えていただきます。浅井さん、こんにちは。こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。よろしくどうぞお願いします。なんか真夏の空ですね。そうですね、もう本当に真夏ですね。まだ7月始まってばかりですけども、もう本当に真夏の日差し温度ですね、はい、すごく暑いです。まあ、関東地区はいち早く梅雨明けしたわけですけど、はい、まあ、その他では ね、ちょっと雨で大変な被害が出ているということですから注意していきたいと思います、はい、そうですね。まあ、それに引き換え、天候に引き換え、これ相場がちょっと冷えてるんですが、どうですか。そうですね、日経平均株価はまあしっかりした動きに見えるんですけども、トピックスの方、まあ、特に例えば銀行株とか大型株、そして、まあ、トピックスが含んでいる、小型株ですね、中小型株の方の動きがやっぱ弱いというところで、まあ、なかなか戻りが鈍かったんですけども、はい、まあ、今日粘ってたんですが、今日の5倍になってちょっと下にこう動き出すと一気にこう投げが出たというような感じですね、うん、はい、ちょうどあの1月の高値の期日が今月やってくるんですけども、まあ、そういった信用の整理売りなんかも出ているのかもしれません。まだ1割ぐらいしか整理が進んでませんので、あ、まあ、そういったのもあるかもしれませんね、まあ、あとはまあ海外の例えば、CME の先物の動きがちょっと安くなっているとか、うん、まあ、今週いろいろイベントが控えてますので、まあ、そういったところがあるのかと思います、はいはい、ただ今日の話、あ、そうですね、今日もですね、まあ、とりあえず、同じようなパターンで見ていただきますけれども、10年もの国債利回りの方はご覧の通りで 2.8% 台での推移となっております、まあ、このあたりで横ばいになってますね、ニューヨークダウの方は、まあ、大きくちょっと調整幅が大きくなったんですけれども、こう200日線をなんか意識するような形で、取引時間中上がって売られ、そしてまあ先週末も上がっては売られという形で、200日線より下で引けているという形で、ややちょっと上値重いというよりも、まあ、売り物がちょっと多いなというふうな動きになっています。ナスダック総合指数はこちらのも3月13日の高値を下回って、一旦抜けたんですけども下回ってまいりまして、25日線下での動きと、半導体株指数は200日線まで調整しているという状況です。一方、まあ、米中のですね、貿易摩擦で上海総合指数の方はここまで下げてきています、2800ポイント割れというところですね、それから WTI の原油先物相場は一点上昇しまして、先週は74ドル台まで上昇したという形でございました。円相場の方なんですけれども、この110円台で、推移する形でございまして、今日発表されました日銀短観の方で、今期のまあ企業の、業績前提の計画が 107.26 銭、107円台ですので、まあ、このまま推移すればですね、まあ、どっかでその輸出関連、なんかが見直される動きが出てくるかなというふうに思います。日経平均株価の方はこの200日線でこういうふうにこうすごくこの200日75日移動平均線が上向きのところで、下支えているような感じなんですけど、今日はちょっと5倍割ってきてますね。それで週足はこういった形で、トピックスの方がですね、先ほど言ってましたけども、この5月30日の安値を日経平均株価はこういう形で下回ってないんですけども、トピックスの方は下回ってるという形で、上値も切り下げてきてるという感じで、まあ、非常に戻りが鈍い、まあ、俗に言うですね、テクニカルという下値遊びという形で、急落した後に、この上下の動きが非常に小さい線が並ぶという形で、こういうのがちょっと下へつなぐ可能性が高いと言われているんですけども、まあ、今日はちょっと5番の動き、戻れるかどうかというところですね。海外投資家の売買動向なんですけれども、先週木曜日に発表されました、引き跡発表されました分で、先物、現物ともにですね、現物先物合わせた額ですけれども、ともに、売り越しという形でございました、3週ぶりの売り越しです、現物が4306億円の売り越しで、先物が4299億円の売り越しというところでございまして、まだ海外投資家、売ったり買ったりという形で、まだスタンス定まってないというところですね。
それでいつも見ていただいている業種別の株価指数の動きですけれども、明確にちょっと出てきたのが内需ディフェンシブ系がちょっと弱い動きになってきています。特にですね、決算発表が出てきました小売業ですね、月次なんかも発表されましたけれども、休みなんかを考慮すると例年より弱いんじゃないかという見方が台頭してきてまして、小売業がちょっと売られています。あと陸運でありますとか、それから不動産、情報通信とかですね、そういったところがタイトピックスで弱い動きに急速になってきているというところで、一方輸送用機器、自動車なんかがちょっと上向いたり、そして電気なんかが非常に強い動きになってきてますよね。機械もこのあたりからちょっと徐々に上向いている感じ、銀行なんかもわーっと下げ渋っているところですね、卸売商社なんかも上向いてます。といったところで輸出関連とか、そういったところ、素材関係がちょっと強まってきたと、特に輸出関連ですね、という形でございます。はい、というところで、今日の銘柄なんですけれども、予想 ROE をですね、10% 以上の高配当利回り銘柄というところで、ROE が 10% 以上ですね、そして、予想配当利回りが 2.2% 以上、そして売上高伸び率 5% 以上で、営業利益伸び率が 8% 以上、営業利益率も 9% 以上という形で、かなり、収益力も高くて配当もそこそこ出しているという銘柄をピックアップしてみました。日本ハウスはヒノキの木造注文住宅の大手ですけれども、断熱省エネ住宅が好調というところですね。それからホテルの会員権事業をスタートしたということです。東北中心にホテル展開しています。 CDS、 こちら企業の技術使用書とか取扱説明書を作っている会社で、ロボット FOE システム開発が向けが好調ということですね。学上は新卒向け中心の就職情報大手で、新卒採用なんで企業のニーズが強いということです。転職紹介もやってます。富士坊ホールディングズはシリコンウェアや半導体とかです、ハードディスク向けの研磨材が好調。オンリーはですね、これは紳士服の製造小売ですね、価格を抑えたオーダースーツが人気ということです。サムコは半導体のシリコンウェアで世界2位です。フル生産が続いてまして、供給不足が続いているということですね。愛花工業は建材化粧板の接着とか接着剤の大手でございまして、7月より値上げに踏み切ります。原料のですね、石油製品とか上がってますので、トレンドマイクロ、こちらの方はウイルス対策ソフト、ウイルスバスターやってる会社、皆さんご存知かと思いますけども、サイバー攻撃増加で企業向けのセキュリティソフトが拡大しているということです。理想教育は個別指導塾トーマス、個別指導塾トーマスを首都圏中心に展開しています。ですね、配当成功がですね、100% 方針なんですね。すごいですよね。 全額利益の全額還元すると。統計電算というのは企業の省力化システム開発が伸びていると。2枚目、日本、これ外資ですね、日本外資、電力用の外資で世界トップですね。あの白いやつ陶器ついてますけども、高圧電線などで、自動車用の排ガス処理装置もが好調ということです。大型電池、ナス電池を作ってます。技研製作所は建設用の杭の圧入引き抜き機、音のしないですね、しない杭打ち装置なんかを作っている会社ですね。他、地下駐車駐輪場もやってます。海外が好調ということです。アルバックは薄型ディスプレイ製造装置の大手ですね。製造装置向け、半導体製造装置向けが伸びています。カシオはコンパクトデジカメからの撤退を決定しました、してます。それで、G-SHOCKなど腕時計とか電子辞書などの教育関連が好調です。東映エレクトロンは半導体製造装置世界4位ですね。こちらは需要好調続いてます。アドランストクリエイトは生損保の保険代理店専業ですね。それからサンフロティア不動産は都心中心に中古不動産と回収販売している会社、ビルの管理住宅もやってます。井上汽船は中堅海運で倉庫施設賃貸に展開しています。バラ積み船の市況を改善しているということ、あと東京湾岸に賃貸マンションなど不動産事業をやってます。今期は倉庫この移転保証金で大幅増益、特殊要因ですね。です。ところで、先週末もちょっとご紹介したんですけれども、村田製作所など電子部品がですね、こちらはセラミックコンデンサーやってますけれども、非常に好調です。これ今日の前場まで入ってますけれども、この高値を抜けてですね、昨年10月の高値を抜けて再び上へ抜けてきているという状況で、こういったハンド、それから TDK ですね、 TDK もご覧の通り こちらの方を上へ、抜けて、そしてそこが持ち合いから再び上へ行こうとしているということで、非常に、
このハイテク株とかですね、そういった輸出関連を先行する形で、電子部品 業界の株が上がってきているというところです。そして、まあ、先週末はソニーなんかがですね、ちょっと行ってこいになりましたけど、今日も行ってこいになりましたけども、先週木曜日ですか、この1月の高値を抜けてきたということで、ちょっと持ち合いをずっと年初からついている持ち合いを上離れたがっているような動きにはなってきています。まあ、こういったところが動き出すとですね、まあかなり相場の雰囲気が変わってくるのかなと思うんですけれども、やはり全体相場の流れというのもありますので、なかなか楽観視はできないような状況でございます。ですね、あとは、まあ、こちらの方をちょっと見ていただきますとですね、内藤レポートなんですけれども、はい、7月号が今日支店の方に配布されてますので、はい、また注目していただければと思います。というところで、まあ、いろいろこの工作機械受注についてもですね、いろいろポイントを、述べてますので、はい、また見ていただいたと思います。工作機械受注の方はなかなか最近ロボットとか設備投資関連大きく売られてたんですけども、やはりこの先行きを懸念するような形で、まあ、売られたと、大きく売られたというところもあるんですね。受注がまあ最高水準なので、まあ、今後ちょっと鈍化するんじゃないかと、実際鈍化はしつつあるような感じなんですけれども、まあ、そういったところにもちょっと押し目買いがちょっと入りつつあるような流れが今日の流れになってますというところですね。はい、まあ、なかなか相場難しいんですけれども、まあ、なかなか手出しづらい、ですね、動きにはなってると思いますね。はい、なかなかキャッシュで残されている方も多いかと思いますけれども、どっかでこう悪抜けするような下げになれば、まあ、押し目が入れてもいいのかなという感じもいたします。その信用の基準はもうどのくらいと見てくれますか。そうですね、本当は2割ぐらい減るのが一番いいんですけども、今まだ現在で1割ぐらいの減少になってます。うん、まあ、今日あたりなんかも出てるかもしれません。はいはい、整理が続いているような感じではあります。はい、はい、ありがとうございました。といったところです。今日もありがとうございました。失礼します。はい、今日もありがとうございました。株スタ7110から内藤証券投資調査部の浅井陽三さんに伝えていただきました。